日産の歴史はバラエティの歴史。30年にびっくりギミック、国家がなんと上げてるよ。60年本気すぎるスポーツ装備、助手席の人も気合い入れろい。90年車体構造を大きく変えて狙うはリラックス、座ってチルして5万円。正統派から不思議未来にやりすぎレースか。振り幅大きく愉快だが、どれが本当の日産なのよい。どうも、一生声がりちのものです。私は今ですね、このように歴代の日産の車両が展示されているザ・マ・ヘリテージコレクションに来ております。なぜでしょう。実は日産自動車はですね、今年でちょうど90周年を迎えるんです。そこでこのザマにある車両を使ってですね、日産の90年ってどんなもんだったのかなっていうのを紐解いていこうと思います。実は日産にはですね、 DNA として他がやらぬことをやるというコンセプトがあります。それはどういうことなのか、それはですね、この動画でわかります。1930年代、ダットソン14型ロードスターです。日本で初めて流れ作業で大量生産で作られた車なんです。いきなり年産1万台でした。すごい。そして注目はここ、これウサギのマスコットがついてますよね。これとても速いウサギという意味でダットという言葉があるんですが、日産のとても重要なブランドを意味しているんです。そう、ダットさんなんです。この車ロードスターですから、ここ開きます。やってみます。妖精さんお願いします。可愛らしい妖精さんが、よろしくお願いします。これね、見てください。こんなにスムーズに今の車みたいに簡単に開くんです。あ、妖精さん何も言わないのに帰ってしまいました。内装見るよ。ドアね、後ろ開きなんですよ。3連メーターが入っててとてもスポーティー。これグローブボックスがちゃんとあるんですよ。スポーティーな2人乗りなんですが、3人目以降乗りたいって時にはどうするんでしょうか。その人には走ってもらいます。嘘です。そんな時にはこれ見てください。ここをですね、開けます。するとデデー、シートが出てくるんです。1940年代ダットソン2225型トラックです。この車のですね、全幅は1458ミリなんですけれども、これちょっとイメージつかない人はですね、近所にいるヤギの祖先のヤギ、のヤギを頑張って捕まえたらバッすれば大体車です。実はこの車作られたのはですね、戦前戦中で物資が乏しい時代でした。ですからこれドア開けると、ここは鉄なんですが、ここ見てください。これザラザラしてるでしょ。これ実はですね、資源がなくて木で作ってるんです。車の一部が木なんですよ。ロック機構だってほら、まるでおばあちゃん家の引き戸、おばあちゃん家の茶ダンスみたいですよね。この先にボタン持ちがありそうですね。っていうかね、これほら、車とは思えないようなスライドドア。荷台を見てみましょう。車体コンパクトなのに荷台は広々です。実用トラックですよね。ちなみにこれダットソントラックの2代目なんですけれども、この後10代目まで国内ではですね、長く親しまれました。ただそれ以降も歴史は続いてまして、海外ではフロンティアなどの名前でですね、今も愛されています。1950年代、日本のプレミアムカーの先駆け、そうです、プリンススカイラインです。エンジン見てみましょう。ボンネットを開けて固定するためにバーを刺すんですが、私これもう面倒なんで、そんなことはせずに手を離します。てれー、なぜでしょう。私に不思議な力が備わったんでしょうか。違います。実はそう、現代のボンネットダンパーのようにスプリングが備わっていて、これで固定ができるんです。さすがプレミアム。搭載のエンジンは 1.5 リッターですって聞くと、おいおい、スカイラインが 1.5 リッターってなんか弱くねって思うかもしれませんが、それはアマちゃんです。実はこの当時の5ナンバーの最大排気量が 1.5 リッターだったんです。当時の日本車最高速の125キロを記録したんでした。当時からスカイラインっていうのは性能に力が入ってたんです。インテリア見てみます。前後ふかふかのベンチシートです。そしてね、メーターを見てほしいんですけど、かっかっこいいし高級なんです。プリンスのロゴも入ってます。さらに引いてみると、これね、ホーンね、ここのリングを触って押し込むとなる方式なんです。しかもね、これダブルホーンを採用してたんですよ。当時から高級でした。後端にはテールフィンが来てます。とてもエレガント。サスペンションには日本で初採用された方式、タイタニックのセリーヌ・ディオン方式、ディオン方式が採用されたんです。ルックスも性能も大そかにしない、それがスカイラインの伝統でした。
どうも、別の世界線のうな丼です。私はですね、令和のうな丼くんとはまた別にですね、この昭和98年を生きて、この日産の90周年の歴史をですね、存分に研究している博士をやっております。で、この私のですね、博士の研究をですね、これから紹介していきます。まず第1弾はですね、クローズアップとしてエンジン屋としての日産を見よです。日産のエンジン何がすごい。例えばこの1979年登場の430セドリック、これはなんとですね、日本で初めてターボエンジンを搭載したんです。見てみましょう。搭載しているのは2リットルの直力のですね、137馬力エンジンでした。実はですね、ブースト圧を 0.48 キロとやや低めに設定しています。これによってですね、2リットルの排気量でありながら上級のエンジンをですね、凌駕するようなパワーと、普段は低燃費というですね、この二極性を成立しようとしたんです。つまり今でいうダウンサイジングコンセプトの先駆けだったんです。日産のすごいエンジンはまだまだ。最近の例でいうと、エキストレイルに採用された VC ターボ、これはなんとですね、世界初の可変圧縮エンジンなんです。もともとエンジンはですね、圧縮を高めた方が効率が良くてですね、燃費も良くなりますけれども、これ結構ね、エンジンで作るの大変で、低回転側で高圧縮にしちゃうと高回転が伸びません。そして高回転側で高圧縮にしてしまうと低回転がきつくなります。そこで日産は考えた、じゃあ両方に適応させるエンジンにしちゃえばいいんじゃないかということで、なんとですね、コンロットと呼ばれるパーツの間にですね、モーター制御部分を設けまして、コンロットの長さを可変、圧縮比を可変させちゃったってことなんです。いや、これね、考えることはできるけど、普通作ろうって思います？そこら辺がですね、エンジン変態の日産だからやっちゃうことなんです。1960年代、フェアレディ Z です。このモデルはですね、なんと全世界で50万台以上も売ったですね、大ヒットモデルになりました。それまでの日産の海外でのイメージはですね、安価な実用車というものでしたが、この車でついに憧れのブランドになったんです。フェアレディ Z で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、この年代は緊張する。なってるってねー、ライトもミラーもない0点でした。でもいいんです、 Z だから。ちょっとね、その前に注目してほしいのがですね、ここなんです。ドアの開口のレバーがなんとこんな低い位置にあって、これもまたスポーティー。じゃあエンジン開けてみます。これボンネットフードが長いので、前のリンクがとっても複雑で精密、えらいですね。で、今回紹介しているのはフェアレディ Z432 といいます。その由来はですね、エンジンであります。実はこの S20 型エンジンは4バルブで3キャブレターで2カムシャフトだから432というんです。ちょっとインテリア見てください。 Z といえばのですね、5連のメーターなんです。中央の3連メーターがかっこいいですよね。この初代モデル注目はこれ、このバー見てください。これ実はですね、標準装備のフットレストなんです。リアのこのハッチもとてもかっこいいんですけれども、これ初期モデルだけの特徴なんですが、ここ見てください。スリットが開いていて、これがエアアウトレットになっているんですけれども、これ実はですね、中盤のモデルからここのスリットはなくなりまして、ここ Z と書いてあるこの部分にスリットが開くようになっているんです。これによって最初期モデルとそれ以外の見分けができるんですよね。ですからあなたもですね、今度の週末に日産のディーラーに行って Z をこう見比べるときには気をつけてください。ってそんなに Z いないですよね。 Z432 の特別装備といえばですね、この見てください、縦2本出しのマフラーがあります。ただ私はね、見た目だけじゃ騙されません。これはね、フェイクじゃないですか。そんな時ですね、イギリスの影だったら真実の枝を使って確かめますけれども、私は日本人ですからこれを使って確かめます。真実のうまい棒、これさえあれば、このマフラーがフェイクかどうかが一目瞭然。いくぞ、うっ、だ、本物でした。1970年代、4代目スカイライン、1972年登場なんです。なんとこのモデル、歴代最高売上66万台売っちゃいました。初代スカイラインが切り開いたプレミアム路線というのは、完全に定着したんです。インテリア見てみましょう。注目はですね、この多種多様なメーターなんです。これ実はですね、全てドライバーの方を向いていて、ほら、運転者にとって正確な情報が得られるようになってるんです。で、この車ですね、2ドアハードトップです。どういう構造か、いきますよ。
窓を開けます。そして後ろにもレギュレーターがあって窓が開きます。するとほらビーピラーがない構造になってるんです。すっきり。いやー、リアから見てもかっこいいですよね。特にかっこいいのはこの丸四頭テール。ちなみにマグテール自体は初代後期2代目ですでに採用されていましたが、この4代目では初めて丸四頭リング型テールが採用されたんです。そしてね、この車といえば当時 CM でものすごい大ヒットした CM がありまして、それをもとに愛称がついてます。この車ですね、クリスマスにお子様が飲むあれ、そうシャンとメリーでシャンメリースカイラインと言われてました。そうですよね、違う、あ、すいません、ケンとメリーでケンメリーでした。そしてこれはそんな4代目のケンメリースカイラインの GTR のレーシングコンセプトのカスタムです。東京モーターショーに出品されました。さあ、ケンメリー GTR で舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。なんですが、そんなものはこのレースコンセプトにはないんです。だから本来ならマイナス点なんですけれども、いやいや、こんだけかっこよかったら私はこれには7万点をつけます。自己矛盾。かっこいい。搭載されているのはもちろん名機 S20 です。私が若い人にですね、東京駅前にいてどんなんですかって聞かれたらこれを見せます。これ絶対盗聴。1980年代マーチです。この車ですね、ヨーロッパ流の車作りが注目です。まずは外観、これ著名なカーデザイナージウジアーゴさんがデザインしたものなんですよ。でね、デザインが綺麗なだけじゃありません。空力に気を使ってます。これ窓とピラーの段差がほとんどないんです。これによって CD 値は 0.39 と当時のコンパクトでは抜群の成績を収めました。で、エンジンもヨーロッパ流、それは向こうで見てみます。これエンジンはですね、当時珍しかったアルミブロック製です。これによってエンジン重量は69キロに収まっています。こうしてエンジンを軽くすることで運動性能を上げて、走り自体もですね、ヨーロッパ流にしようとしたんです。これ感激するぐらい軽いですよね。こんだけ軽いと、あの感激屋さんの一光さんだったらこう言いますよね。すごいですね。そしてこのインパネ、とても愛くるしい造形ですよね。この車シートの調整が面白いんですよ。これリクライニングレバー、上に引くんではなくてこれを回転します。さらにシートリフター、これも不思議です。一回伸ばしてここからこのようにして調整します。操作系もね、工夫あります。リアシートをこのように倒す、するとラゲッジが広がるのは現代車と同じです。これ376リッターの空間もあって、とても使い勝手が良かったんです。で、こんなマーチ、ヨーロッパ流の作りで作り始めたこの初代、そしてこの2代目のモデルではですね、早くもなんとヨーロッパカーオブザイヤーを受賞するに至ったんです。なかなかいいやつ。どうも、またやってきました、令和のうな丼と並行して走っている平行世界のうな丼博士です。で、今回ですね、 EV そしてハイブリッドで先駆けた日産を見ていきましょう。頑張ります。1台目はこちら、今から80年前ですよ、80年前の1947年になんとバッテリー EV をですね、市販化してたんです。名前はですね、さよなら人類、タマです。タマ電気自動車と言います。この車の時代背景を説明します。この当時はですね、戦後復興期で資源がとても乏しい時代だったんです。そこで政府は EV 車を作ることを推進しました。そこでいろんなメーカーが乱立して作っていたんですが、この車の性能はすごかった。なんとですね、政府主催の EV 試験大会みたいなものがあったんですけれども、これに出走したこの多摩電気自動車、なんとカタログ数値はですね、航続距離65キロだったんですが、実際にその試験で走らせてみたら96キロ走っちゃいました。カタログ値をぐんぐん上回りました。そして最高速度はですね、35キロ出たんですが、その試験大会でなんとトップ成績でした。偉いね。
使われているバッテリーはリチウムではなく鉛バッテリーなんですが、このようにボディサイドに入ってます。このようにですね、ここにマイナスドライバーもしくはですねコインですね、まあこの時代で言うと和銅回賃ですか、和銅回賃、いやそれは古すぎですね、はい、普通の10円とか入れてぐるっと回して開けるするとバッテリーが登場する。これ中見てみましょう。妖精さんお願いします。さあ妖精さんがすぐ帰ってきましたけれども、このようにバッテリーが直列で搭載されているんです。さあちょっとインテリア見てほしいんですけれども、これ見てシンプルだけどおしゃれ、今の日産のさサクタとかに通じるようなおしゃれさがあります。でここにバッテリーの電圧計とかがありますが、注目これです。これがね見て弱段強、これで2段階の走行モードの切り替えになってます。さらにこれ左中右これですね、このようにするウインカーなんですが、これほらこれがウインカーなんですよ。どう動くんでしょうか。この車両は動かないのであちらの消防車両で見てみましょう。これはですねアポロウインカーと呼ばれています。この車両で左ウインカーを入れるとででーん、物理的にバーが出てくるんです。閉じてください。かわいい。おしゃれなのは内装だけじゃない、ここを見て、これ実はですね社名を表してます。ひらがなのた、そしてひらがなのま、2つ合わせてたまになってるんです。今から23年前の2000年にですねもうフルハイブリッドも市販してました。これは T のハイブリッドと言います。これねちょっと中見てみましょう。このようにガソリン仕様に準じているインテリアなんですが、このように見てください、メーターが白ベースのハイブリッド専用ものになってます。そしてブレーキにも注目。通常のモデルはエンジンで発生した負圧でですねブースターをコントロールしてますけれども、この T のハイブリッドはですね電動ブースターだったんです。搭載エンジンは 1.8 リッターで101馬力、そしてモーターの方はですね馬力、あ馬力忘れちゃったな、なんかメーカー名に関係あるんだけどな、まさか日産馬力23馬力じゃないよなって、23馬力でした。シャキーン、リアシートの硬さを赤身と中トロ大トロで確認、冷凍マグロチェック。あ意外固め赤身でした。ここフロアを見てください。実はねこれねほらうっすら盛り上がってるんですよ。なぜかというとハイブリッド用のバッテリーをこの床下に積んだことでノーマルよりもですね5センチフロアが高まっているからなんです。ただもともとというのってすごく地上高がですねこの車内の高さがあったので全然座っても狭くございません。そしてこちらはですね2000年、これも23年前なんですけれどもに登場したバッテリー EV、 フル EV ですねのハイパーミニになります。これ世界で初めて型式指定を取得した EV だったんです。このモデルですねモーターは33馬力のものを使用して走らせます。で充電なんですけども、ここ見てください、これおしゃれなんですよ、充電ポートもでで開きます。ただこれですねハイパーミニ専用の充電ポートを使っているので、残念ながらこの車に今乗ってですねお近くの日産ディーラーに行ってですねこうやって差しながらディーラーの人に安西先生充電がしたいですって言ってもさしてくれません。インテリアもね魅力的なんです。中見てみましょう。特にメーター、メーターは完全オリジナルの横長タイプです。かっこいい。そしてリアから見てもデザインのレベルがすごく高くて、これすごいよね、限定車とは思えないんですけれども、ただ私が注目しているのはねこのタイヤなんです。なんとこれ国産車で初めてランフラットタイヤを採用してるんです。つまり日産は EV を作るとかハイブリッドを作るだけじゃなくて他にも新技術をガンガン投入していく技術大好きな人なんです。1990年代らしいんです。この車両はですね今までのパワーとかスピードとかそういった性能を追い求める層ではなくてですねライフスタイルですとか服装なんかにこだわりを持つ人が満足できる車ということで開発されたモデルです。ちょっとねラゲッジチェックしますが、これね特殊なんです。リアにタイヤを沿ってますよね、だからこのままじゃ絶対開かない。実はてれー、このように上半分が開いてですねハッチ全体を開けなくても出し入れができるんです。今の現代でもですねセレナに受け継がれてますよね。セレナもリアウィンドウだけが独立して開きます。スペアタイヤケースを引いてロック解除、これを開けますと座って
お茶するっていうレンジローバーみたいなことができたんです。インテリアも最高なんです。これ見てください、シートのこれ座面、背面もですねソファーのような布地が採用されてます。そしてインパネ、こんなインパネ見たことありません。家具のような形状と素材感なんです。そしてね、注目はね、これ電動ミラーの調整スイッチなんですけど、こんな形状とか色合いのスイッチ見たことあります？ありませんよね。それもそのはず、実はこれラシン専用に作ったデザインなんです。スイッチ類を車種専用に起こすのってめちゃくちゃコストかかるんですけど、でもこういうとこにこだわるととても雰囲気が良くなるんです。でね、このラシンガード類があったりしてなんかオフロード志向っぽいじゃないですか。でもそれって形だけと思いきや、実はですね前車ラシンは四輪駆動だったんです。でしかもこのラシンの開発責任者、なんと日産の本格クロカンサファリの担当者だった人だったんです。これリアシートもおしゃれなんですよ、見てください、ほら。でね、この家具みたいにおしゃれなインテリアというのはこの後2代目3代目キューブ、それからラフェスタ、現行車で言えばでね、サクラとかアリアの家具調内装みたいなところにつながっていくんです。こうして日産の内装の伝統も作ったのがラシンでした。いやしかしね、おしゃれな車なんですけれども、なんでこんな車が生まれたんでしょうか。既存のモデルのねモデルチェンジとか新モデルの発表だとしてもですね、発表タイミングだとしても、こんなねコンセプトの車っていきなり出てくるわけがないんです、普通の体制だったら。しかし当時の日産は違いました。実は新企画、これまでの既存の車とは全く違うものを出そうという技術車両開発室というですね新しい部署があったんです。その部署が提案して作ったのがですねこのラシンですし、このミッド4でもあったんです。四輪駆動のミッドシップスーパーカーとかですね、こんなおしゃれな車を出すような専門部署があったからこそ、日産はですねバラエティに富む車を生み出せたんです。2000年代 GTR です。これはですね誰でもどこでもスーパー速く運転できる実用スーパーカーという点がすごいんです。でこの前の世代の GTR、 スカイライン GTR ですけれども、直六エンジンを前に搭載して四輪を駆動するタイプでしたが、この GTR は構成が変わってます。セットされるのは V6 の 3.8 リットル480馬力エンジンなんですが、直六から V になっただけではなく大きなポイントがあります。これエンジン搭載位置を最適化するためにエンジンを引いて下げてます。でトランスミッションはどこに行ったんでしょう。それは実はリアタイヤの直前に移動しました。つまりトランスアクセル方式を採用してこの前後の重量配分を最適化してるんです。いややるな、日産やる、やるな、木に熊と書いてやる、あこれ槍か。でねここで重量配分のこと言うんだったら何言ってんだよと、エンジンを後ろに積むリアミッドシップの方がいいじゃないかと思う人もいるかもしれません。でも違うんです、 GTR はコンセプトが違うんです。 GTR はですね4人乗りの空間を確保してるんです。しかもこれ名目上だけじゃなく、身長173センチの私が広々とは言いませんがしっかり座れます。これはなぜかというと、この4人乗り空間を確保できているのには理由がありまして、なんと実はですねこの前高なんですが先代の R34GTR よりも10ミリ高いんです。普通スポーツカーで前高を高めるってしたくないんですけど、居住空間を大切にした GT カーにしたかったからこうしたんです。ただそれでいて空力はとても良くてですね、なんと CD は 0.27 に抑えています。さらにさらにこの上面だけじゃございません。この車ですね床面をフラットにして、かつリアの方に行きますと本気のディフューザー構造になってます。これによってですねノーマル状態でダウンフォースを発生しているんです。しかもこのボディ仮面を流れる空気を使ってですねリアに搭載したトランスミッション DCT の冷却もやってるんですよ。さらにこれインテリア、普通このままダラッと設計してしまうと室内のスペースは減ってしまいますが、 GTR は広い。これを解決したのはですねガソリンタンクなんです。トランスミッションを避ける形状の左右振り分け型のですねなんと71リッターものガソリンタンクを採用しました。これによって室内は広く、ロングランの性能も高いということになっているんです。本当に GT のことを考えている。他にも実用超スーパーカーとしての要素はこの車にいっぱい入ってます。例えばドア、これねこのドアのインナーって軽量光合成なアルミのダイキャスト一発ものなんです。
こうすることによって車の剛性上がる。それは当たり前なんです。それでもポイントはあって、窓を閉めた時このですね、超高速域でもこの窓のフレをですね、アルミダイキャストががっちり押さえてくれるんです。これによって時速300キロで走行中にもですね、ドライバーと助手席で会話が普通にできるということが達成できたんです。こんな風にですね、全身にわたって実用のスーパーカーというものを作ろうとしたのが GTR でした。というわけで、もしかしたら速いだけなら他にもですね、車いっぱいあるかもしれない。速くて実用的なスーパーカーは GTR しかないっちゅうわけなんでした。お詫びです。解説に熱中しすぎて1回しかボケておりませんでした。大変申し訳ございません。2010年代、そうリーフです。ラジエーター開口部を大きく研ぐ必要がないので、このようにボディパネルがですね、大きく配置されてます。また空力にも気を使ってまして、ライト見てください。形がね、不思議なんですけど、ここの突起ですね、特に注目は。ここの突起で前から来る空気をですね、このように上方と側方にきれいに振り分ける効果を持ってるんです。そしてリアにもですね、見どころがあります。このテールランプユニットを見てください。これすごいつかみどころがいっぱいあるんですけれども、これなぜかというと、このようにですね、マーティー・マクフライがスケボーで引っ張られるようにできてるんですよね。嘘なんですよね。これ実はですね、フロント同様に整流効果を持たせてます。整流といえばこの下もほら、フィンが見えるでしょ。ここ本気のディフューザーです。これらによってリーフの支持率は 0.28 なんです。そしてインテリアもさすがは専用設計、すごく未来感あふれるフォルム、そして柔和でかっこいいですよね。でね、これ特徴的なポイントが車内の広さなんです。しっかり大人が後席にも座ることができます。これさっきお見せしたハイブリッドの T のあれでは床がですね、5センチ高くなってしまっていましたが、実はこのリーフは専用開発のラミネートバッテリーを採用しているので床が低いんです。技術の進歩を感じますよね。はい、また登場しました、平行世界のうな丼こと、うな丼博士です。さあ、このですね、クローズアップ第3弾、日産といえばモータースポーツ、見ていきましょう。まずはラリー編。まず最初に言っておきたいのはですね、ダットさん選手団の富士郎が参戦したラリーの物語です。日産はですね、世界戦のラリーに出てですね、車両の開発レベルを引き上げる必要があると考えました。そこでオーストラリアの世界戦ラリーにいきなり投入したのがこのダットさんの選手団なんですが、なんとですね、いきなり優勝しちゃいました。しかもこの車両を運転していたドライバーはですね、社員ドライバーだったんですが、後のニスモの初代社長になっちゃったんでした。難波さん偉い。その後も日産はラリーで激強です。例えばこの510ブルーバードは1970年のサファリラリーで3冠を達成しています。これちなみにすいません、へこみありますよね。これごめんなさい、私さっきね、この車を後ろから押してる時に間違ってミッドフォーにえいってぶつけてへこましちゃいました。嘘です。これは参戦当時にできたへこみなんです。他にもなんとですね、日産はラリーに向けて車そのものを開発する手法にも出ました。このパルサー GTI-R はですね、1990年登場ですけれども、フロントに2リッターターボエンジンを搭載して四輪を駆動するスペシャルマシンでした。ただ実戦ではですね、グループ A での最高成績は3位と悲運のマシンに終わったかと思いきや、改造範囲の狭い、つまりノーマルでの出場が試されるグループ N クラスでは92年に年間チャンプを取ってるんです。そしてプロトタイプフォーミュラーカー編、日産 R390GT1 です。ルマンで勝つために GT1 規定で作ったレーシングカーです。この車ですね、イギリスの名門のコンストラクターの TWR トム・ウォーキンショーレーシングと共同で開発したモデルなんですけれども、実は全体を見渡すと日産風味もりもりなんです。このライト見てください、この形状、これ実はですね、当時のフェアレディ Z の Z32 のライトの形状なんです。さらにここグリル、この二分割の形、これは当時の日産のアイデンティティの形でした。しかもエンジン、リアミッドに搭載されてますが、これも日産風味です。なんとですね、サニトラ用の 1.2 リッターの OHV 4気筒でした。嘘です。 V8 3.5 リッターでした。この車いきなりすごい成績を収めてます。1997年ルマンでは予選総合3位、そして98年には総合3位になったんです。
でね、さらにさらに、この車をベースにした市販ロードゴーイングバージョンもあるんやで。フォーミュラ E、 2018年のシーズン5から日産はですね、このフォーミュラ E に日本メーカーとして初めて参戦しました。そして初参戦の年にいきなり優勝をぶちかますなど大活躍してます。そして2024年にはですね、このフォーミュラ E 東京での開催も決定されました。もちろん日産も参戦します。しかもですね、その時の参戦車両、特別マシンで、なんとですね、日本をイメージしたあの EV サクラがベースになります。ことはないです。ツーリングカー部門、すごい形だ。シルビアスーパーシルエットグループ5、これはスペシャルプロダクションカーレースの参戦車両なんですが、このようにですね、シルビアのノーマルの形を重視しながらも、フェンダーめちゃ太いし、タイヤ、ほらタイヤホイールだってこんなに太い。そして熱交換器だって飛び出てる。あれれおかしいぞとコナン君のように思うのも無理はない。この車ですね、シルビアと名乗っていますけれども、それはシルエットだけ、シルエットフォーミュラだからなんです。つまり中身は純レーシングカーなんですよ。だって中見てよ、ででーん、パイプフレームで組んで完全に別物になってます。これをシルビアだと言い張っていたんですよね。4気筒 2.2 リットルエンジンはですね、なんとハイチューンで570馬力を達成してました。そしてその排気は横から、これね、レース中は火がボーボー出てたんですよ。ちなみにこれは S12 型シルビアベースですけれども、実はこの前の S110 型モデルからシルエットフォーミュラ出走してたんです。1999年、プリメーラ GT、 90年代日本でもヨーロッパでもですね、2リットルのエンジンを搭載したセダンによるレースがめちゃめちゃ盛り上がりました。でこの車両はですね、1999年にボルボやルノーなどを相手にですね、ぶっちぎりチャンピオンになった、まさにそのマシンなんです。ただね、ぶっちぎりチャンピオンになるためにはですね、不思議な装備も必要です。皆さんの車にはついてないと思いますけども、こんなものがついてるんです。見てください、これハンドルって言います。あ、ついてる、皆さんにも。あ、じゃあね、このハンドルの位置です。これはそうですよ、やっぱりほら、普通ここについてるハンドルがこんなに後ろについてるんですよ。これどうしてか、ドライバーを後ろに座らせて重量バランスを改善するためなんです。スカイライン GTR グループ A です。4代目以降久しく途絶えていた GTR がこの R32 で復活しました。でこの R32 の GTR はですね、パワフルな6気筒と4駆システムを搭載して、もともとなんとグループ A に勝つことだけを目標に開発してたんです。とんでもない開発目標。搭載のエンジンは専用開発の RB26 型 2.6 リッターのターボです。 2.6? 不思議だと思いません？普通2リッターとか 2.5 リッターとか切りもいい数字にしますよね。でもね、この車はグループ A で勝つことだけが目的なので、 2.6 にターボ係数の 1.7 をかけるとちょうど自然吸気の 4500cc 以下と戦えるということが分かりまして、この数値にしたんです。でも 2.5 リッターから 100cc だけ増えたことによって、日本の税金は区分が一つ上がっちゃいますよね、なんてのは関係ないんです。だって日産からしたら、え、その税金を節約したらレースで勝てるの？ちゅう感じなんですから。しかもグループ A 規定はですね、エンジンの改造範囲が狭いので、市販状態でとても強強のエンジンにしておく必要があります。そこで日産の開発陣はこのエンジンの開発目標を600馬力に定めました。レースではブーストを高めてですね、600馬力にしようと思ったんですが、ということは市販状態は280馬力の自主規制がありますから、280馬力で走らすときには低圧縮のスッカスカエンジンになっちゃうんです。でもいいじゃない、そうした方が勝てるんだったら、なんですが、もともとの素性が強すぎて、低圧縮のスッカスカ状態のエンジンであるはずのノーマルはですね、めちゃくちゃ速かったんです。中見てください。ロールケージがいかめしいんですけれども、ほらインカメはね、市販車の面影がバリバリ残ってます。でこの GTR なんですが、全日本ツーリングカー選手権でデフ以来負けなしの29連勝、とんでもない。というわけで開発者の目論み通りですね、グループ A でぶっちぎりの強さをもたらしたこの GTR なんですけれども、そういえばあの600馬力で開発したエンジン、実はですね、これあまりにも速すぎて実際のレースでは500馬力程度しか使ってなかったそうです。寒い、寒気がするほどですね、本気で作ってる車でした。
2020年代アリアです。ただね、この車細かいこと紹介する前に私が一番好きなポイントをお見せしたい。それはね、ここなんです。ここ見てて、超綺麗。見てください、これ。ちょっとね、私英検4級なんで、これなんて書いてあるのかわからないんですけども、なんか綺麗です。さあ、このアリアはですね、フロントにインバーターやモーターを積んだですね BEV なんですけれども、これ前輪を駆動する FF モデルだけでなく、後輪もですねモーターで駆動する E フォースと呼ばれる仕様もあります。この E フォースは、この E フォースのモデルはね、前後のモーターの制御がとっても頭いいんですよ。例えばね、車って加速するとき思いっきりバーンなんて踏んじゃったりすると、後ろが下がったりしますよね。そうならないように加速時にですね、フロントのモータートルクを厚めにかけてやって、車両を水平にしてやるなんてな制御も入ってたりするんです。ただ私ですね、一番いいのは内装だと思ってるんです。見てください、これインテリア。車のインテリアというよりも高級マンションの内装みたいな感じじゃないですか。でね、中でもポイントはここです。木目、黒木目を採用してるのもいいんですけど、これ実はですね、ここ注目です。システムをオンにすると、なんとですね、ここが操作部なんです。木目パネル越しに操作できるなんて見たことあります？私はありません。で、しかもこれですね、運転中に操作しやすいようにこの部分に触ると反応があるんです。どんな反応だと思います？これね、触るとびっしょびしょになるんです。手が、嘘です。あ、いいですか、こういうのは。すいません。はい、これですね、触るとほら、タッチするとブルッと震えるんです。と振動があるんです。えらいね。インパネ前傾、改めて見てもかっこいい。さらにこれね、センターコンソールがあるんですけど、こちらのスイッチでなんとですね、でねー、電動で前後に動くんです。これなんで電動で動くのって思いました？いいんです、未来っぺーじゃないですか。こういうのはね、理由なんかいらないんです。こういう、おう、未来っぺーって人が驚くのが大事なんです、 EV は。いや、他にも面白ポイントいっぱいでね、この車足元とかドアの内側がですね、日本古来のあの光、そう、アンドンみたいに光ったりもするんです。面白い。で、今日はですね、このようにして90年の歴史をですね振り返って見てきたわけなんですが、私はね思います。だってね、こんなシルエットフォーミュラの車から内装ぶっ飛んだ EV まで一つの同じメーカーが作っちゃうんですよ。これは面白いよね。でもね、なんでこんなことができるんでしょう、このメーカー。それはやはり DNA の他がやらぬことをやるというものが根底にあるからなんです。というわけで、大変美味でした、日産。ごちそうさまでした。